コードギアス反逆のルルーシュロストストーリーズ。はい、ではロストストーリーズ、前回第1章が終わったところですので、第2章魔人との契約、ここから見ていこうと思うんですが、ただ一番最初のところちょっと見ちゃったんですよ1回。ただまあ動画には残そうと思うんで、個人的にはもう一回やろうと思うんですけれども、ただちょっとね、バトルの方をめちゃくちゃ進めちゃって、今4章までバトルをやっちゃったんですよ。だからまあストーリーはね、もうサクサク進んでいけるかなとは思うんですけれども、ただもうこの辺まで来ると結構ね、敵も強くなってきて、なかなか簡単にいかなくなってきているんですよ。まあなので、まあちょっと育成のアイテムとかもまだちょっと足りないんでね、まあデッキをもっともっと強化していければ、S ランクでクリアできるかなという感じですけども、まあストーリーはちょっとのんびり進めていこうかなと思います。では見ていきましょう。魔人との契約、これも原作とはちょっとタイトル違うよね。まあ、魔人というのはルルーシュのことだね。お父さん、お母さん、ねえ、どこにいるの？お父さん、これ一章でもちょっと見た光景だよね。今のは何だ？夢にしてはやけに生々しい光景。これはもしかすると、僕がなくしてしまった記憶なのか？それとも昨日あんなことがあったからか？なんか主人公も過去のことを何か忘れてるものがあるみたいで。助けて！結構謎が多いんだよね今のところ。死んだ。ブリタニアに殺されたんだ。ヒナも他の子たちも。多くの日本人が殺されたっていうのに、また僕は何もできなかった。父さん、実の両親だよな。クラリスさんはもう出かけたのか？いつものように朝食と書き置き。今夜も遅くなります。何かあったらすぐに連絡ください。前回最後出てきた人で、昨日あんな態度を取ってしまったのに気にかけてくれている。いつかクラリスさんにちゃんと謝らないと。いい人っぽいけど、ね、昨日みたいなことがあったのならなおさら。そうだ、ニュース、昨日のことが報道されているはず。昨晩未明、エカテリンブルグ近郊でユーロブリタニアとユーロピア共和国連合軍と衝突があり、現在はナイトメアフレームリーグ決勝ではクラッシャーとソキア・シェルバ選選手が最高得点を獲得し、ユーロブリタニアっていうのは成長より発表がありました。後々ちょっと関わってくるかな。犯人は軍施設から有毒な化学薬品を盗み出し、毒ガスを生成、テロを計画していたものと思われ。毒ガス？嘘だ、そんなもの使われていない。血統の人たちを殺したのはブリタニア軍だろう。全部なかったことにするつもりなのか？あとはクロビスが死んだことも今のところは伏せられてるはず。街を焼き払ったこともヒナたちの死もブリタニア！で、まあ、前回ランスロットのパイロットが顔が出てないからワンチャンスザクじゃないんじゃないかみたいな話もしたんですけども、まあ、冷静に考えてみたらそこはスザクじゃない人間にする理由がなくて、違う人間がランスロットのパイロットだとするといろいろややこしいことにもなってくるから、まあ、そこを変えてくることはないかな。実際このタイトルに出てる人物もスザクだしね。母さんを殺したな。私じゃない、私じゃないぞ。なら知っていることを話せ。俺の前で。これはルルーシュの。誰も嘘はつけない。誰だ、
殺したの映像というか、第二王子シュナイゼル、画面が回想シーンになってるから、第二皇女コーネリア、彼らが知ってる、ルルーシュが見てる夢かな、これあいつらが死亡者か。そこまでは知らないか。本当に私じゃない、やってない、やらせてもいない。分かったよ。しかし やめろ、腹違いとはいえ実の兄だぞ。綺麗事で世界は変えられないから。こーら、ルルーシュ、今寝てたでしょ、手が止まってた。だからって叩かないでくださいよ。俺を置き去りにした罰だって。そうそう、何やってたのよ昨日。ああいや、はいはいはい、話を脱線させないの。生徒会のメンバーだね。今は部活の予算審査、とっとと済ませないと。どこも予算が下りないでしょ。せめてもう一日早く思い出してくれればよかったんですよ。もう一日遅くが正解、諦めがつく。いい考えだ、今からでも。ガーッツ、頑張りたくなる。またガッツの魔法ですか。はい、あなた方は頑張りたくなります。頑張りますよ。そんなインチキ魔法じゃ。会長、私かかったことにします。ん、肉体派は素直でよろしい。鍛えてるって言ってくれないと。 あのおじさんセーフ出るか。そうじゃなくてさ、立派じゃん。え、おっさんアングルよ。この間女子寮のバスルームで確かめた。トップとアンダーのバランスがいいよね。はは、何言ってるんですか変態。もう会長って中身は絶対おじさんだよね。自分で話をそらしていくし。ミレイ会長もなかなかだけど、ま、予算表間に合ったんだし、いいじゃないの。シャーリー負けてないスタイルだと思うけど。ルル、どうかしたの。いや、あいつは投稿していないか。ああ、そっか。やはりあの場にいたのは。それも考えて学校来てないのか、それとも確かに物音が、精神状態的に来れるような、これは感じじゃないとか、気分的にね。早急に手を打つ必要があるな。毒ガステロだって。怖いよね。新宿なんて30分と離れてないのに。私見た、新宿の方で煙が上がってるの。あれ毒ガスだったんだ。新宿？昨日この件で電話したんだよ。知り合いからリアルタイムで聞いてて。おい、画像アップされてっぞ。イレブンの死体が、モブキャラの目が映ってるの怖いんだよ。おかしい、なぜあの情報を隠す。クロビスか。クロビスの死を隠すということは混乱を防ぐためか。しかしそれをやるということを発表するときに、我ながら細い神経だな。いやいや普通だろ。まあ主人公もね、前日の家帰ってから苦しんでたけど、ルルーシュも今みたいな感じで結構メンタルに来てたからね。細い神経とか言ってたけど、普通よそんな。ぬるいな、文官でのやることは。バトレー将軍ですか。犯人はあれだけの警備を二度も突破している。こんな型通りの検問では。ジェレミア辺境迫、クロビス殿下亡き今、私たち純血派が。指示は私が出す、内部をまとめるまで待て。カレン久しぶり。体いいの。ソフィーちゃん心配してたよ。もう大丈夫なの。うん、あんまり無理はできないけどね。主人公のことも気を使わなきゃいけないし、カレンのことにも気を配らなきゃいけない。そうか、引っかかったわけだ。だってあんまり休むと
みんなについていけなくなっちゃうし。ルルーシュ君、何見てるのかな。ひょっとして惚れちゃった。珍しいだけだよ。彼女始業式以来来てなかったよな。カレンシュタッタフェルト、なんか体が弱いらしくてさ、前の学年でもたまにしかね。でも成績は抜群に優秀。シュタッタフェルト家のご令嬢だから金はあるし性格も穏やか。いやー、お目が高い。シュタッタフェルトって言われることを本人は嫌うからな。ま、ちょっと箱入りすぎるけどね。カレンシュタッタフェルト、間違いない。ここでアインギアスを使ってしまうか。ブリタニア人がどうしてテロリストのグループに参加する。蜂よ、蜂が。え、カレンさん逃げて。こんなところに蜂だなんて。蜂の巣でもあるのかしら。はい、病弱設定なくなりました。あー、イライラする。病弱なんて設定にしなきゃよかったやば、見られた。やはりあの時の女だ。な、何か用かしら。質問に答えろ。そこで病弱ぶるな。使っちゃったな、ギアス、はい、昨日新宿でグラスゴーに乗っていたな。はい。どうしてテロを。私は日本人だから。ブリタニアの血も半分入ってるけど。ハーフ。しかしなぜそこまで。あ、切れちゃった。私に何か。いや、もう用は済んだ。そうだ、念のため。やめろやめろ。新宿のことは何も言うな。え、新宿ってどういうこと。ああ、めんどくさくなった。どうしてそんなこと言うの。原作通りだけど。教室に戻れ。あなたが質問に答えてくれたらね。聞かない。どういうことだこれは。でもちゃんと、ルル、カレンさん、次理科準備室だよ、急がないと。ギアスにかかってる時って実験器具出さなくちゃ。かかってる時のメインになってるもんね。しくじった。しかしそこの描写ちゃんとしてるな。どうしましょう、今日も遅いかも。ナナリ初登場。夕食は一緒にって言ってたから。ほら、できましたよ。あ、鳥。はい、鶴です。すごい、日本人って器用なのねあ、ナナリー様。主人公はナナリーと仲良くできそうだけどな。ごめん、遅れちゃって。お帰りなさい、お兄様。お帰りなさいませ。ただいま、ナナリー、サヨコさん。サヨコさんもね、結構キーになるキャラだったりするからな。じゃあ次行きましょう。諸君も知ってる通り、計画は全て失敗した。故にこの研究所を破棄する。え、しかし。成田に場所を用意し全て移す。記憶がないとはいえ、私や参謀たちがクロビス殿下の元を離れたのは事実だ。私は本国に戻され責任を問われるだろう。その際、皇帝陛下に秘密でこの実験を進めていたことが知られると。わかりました、早急に準備を進めます。いや、分かってただろ皇帝は。お帰りなさい。あ、どこ行ってたんだ主人公。クラリスさん、学校行ってないのに。今日も仕事で遅いはずじゃ学校から連絡が来たのよ、あなたが学校に来てないって。学校にも行かず、こんな夜までどこに行っていたの。昨日も何かあったんでしょ。言わなくたってそれぐらいわかるわ。どうして黙っているの。私が本当の母親じゃないから。そうじゃない。だったらどうして。私だってあなたのことが心配で。ごめんなさい。でも放っておいて、大丈夫だから。大丈夫なわけないでしょ。昨日だって近くであんなに大勢の人が。いいから放っておいて。
本当はそう思ってないと思うんだけどな、主人公も。言えるわけがない。新宿ゲットを壊滅の真相も、黒ビス殺害の真実も、言えばクラリスさんを巻き込んでしまう。ナイトメアの無断使用、ブリタニア軍への反抗、ひょっとしたらブリタニアの騎士だって殺し、そんなことを知ったらクラリスさんもただでは済まない、うん、あんなに力を注いでいる仕事を失いかねない。それにこれは僕の個人的な復讐だ。クラリスさんを巻き込んではいけないんだ。しかしこれからどうする。クロビスを殺したから、ルルーシュ・ランペルージュに、あ、そういえばヒナにもらった折り鶴がない。どこかで落としてしまったのか。今日様子を見てきた新宿ゲットの南の方は封鎖されていた。明日は東の方から回ってみたら探しに行けるだろうか。そっか、現場行ってたのか。おそらく見つけることなんかできない。でもあれは特別なもの、ヒナがくれた大切なもの。あの折り鶴なんて書いてあったんだろう。叶うことならもう一度ヒナたちの笑顔を見たかった。なんか書いてるって言ってたよな。もう一度。まあ、あのクラリスさんは普通にいい人だと思う。あのシュタットフェルト家のあの正規の奥さんとはえらい違いだわ。さっきね、さよこさんに折り紙を教えてもらってたんです。一枚の紙を何度も折ると鳥とか船とかいろんなものになるんですって。そんなに急いで話さなくても大丈夫だよ。俺はどこにも行かないから。ありがとうお兄様。どういたしまして。よかった。え、お兄様昨日の夜なんか怖かったから。そうかい、ごめん、ちょっと考え事があってさ。ねえ。ん？この鶴を千羽折るとね、願いが叶うんですって。もしお兄様に叶えたいことがあるのなら。いや、俺は。ナナリーは何かないのかい。優しい世界でありますように。お前の目が見えるようになる頃にはきっとそうなってるよ。本当に？約束する。そうだ、俺たちには選択できる未来が限られている。ここでかくまわれてると言ってもアッシュフォード家がいつまで後ろ盾になってくれるか。素性がバレたらシャーリーやリバルたちだって離れるだろうし、まあ、せっかくギアスという力が手に入っても肝心のナナリーは目が見えないから効かないんだよね。行く末は政治の道具か陰謀の餌食だ。作らねば。ナナリーだけでも幸せに過ごせる世界を。まずは手近な問題を一つずつ片付けていく。カレンシュタットフェルド、そしてこれの持ち主。幸いこっちはおおよその調べがついている。ブリタニアへの復讐か。そうであるならふん、駒にする。仮に説得が失敗したとしても、いざとなればこの力を使えば問題はクリアだ。ああなるほどね。お兄様。ああごめん、少し考え事をしていて。でも使わずに済むなら使わないに越したことはないよな。この前教えてもらったの、日本の約束の仕方。嘘ついたら針千本のます、指切った。ああ怖いな、千本も針を飲まなくちゃいけないのか。そう、だから嘘ついたらいけないんですよ。大丈夫、俺は嘘はつかないよ。お前だけには。
まあでもギアス使わなくても説得はできると思うな、主人公のことを。多分ね、利害は一致するだろうし。今日もあいつは学校に来ていないか。あ、来てないか。クロビスが死んだ件に関してもブリタニアに大きな動きはない。これは俺の読みが当たっているということだ。とはいえそろそろ動く必要がある。それよりも問題は昨日の失態だ。俺としたことが能力を過信したことで油断した。これだけが俺の武器だ。知らなくては使い方を。ルルーシュ、もうすぐ授業が始まるぞ。ああはい先生、今度の論述試験の問題教えてくださいよ。エディンバラの屈辱と新大陸への遷都、北南戦争についてだ。この力なくなったわけではないのか。うん先生。お？今度の論述試験の問題教えてくださいよ。冗談言ってないで真面目に勉強しろ。お前はやればできるんだからな。はーい。やはりな、同じ人間には一度しか聞かないってわけか。そうなると使いどころが限られる。もし昨日の件でカレンに疑われるのであれば、この力に頼らない方法で手を打たねば。そうなるとやはり先に対処すべきは例の目撃者の方。仕掛けてみるか。仕掛ける。ひどい。疎開の災害演武、勝者と敗者を隔てる絶対的な境目。疎開の階層構造は征服した土地の上に覆いかぶさるように作られている。その土地で生き歴史を築き上げてきた者の上に、これ見よがしに無機質で威圧的な街を作り上げる。それがブリタニアという国だ。だからって支配者の街から見下ろされる新宿ゲットは、前にも増して損壊が進んでいる。こんなところで人がまともに暮らせるわけがない。こんなひどい。だが僕が復讐しようとしているブリタニアだ。相手の残虐さ、強さを知っておく必要がある。復讐のために。やはりここのゲートも封鎖されている。この分だとゲットに入り込むのは難しそうだ。つまりはクロビス殺害の犯人が捕まっていないということなんだろうか。確かにニュースでもそのあたりは触れられていない。となるとルルーシュもあの場から逃げおおせられたのか。それともルルーシュは自らを第17皇位継承者と言っていた。クロビスは腹違いの兄弟とも。もしかしたら王子だから無罪となったなんてこと。ああ、そうか、そういう発想になるか。ブリタニアはそんな甘くない。あ、いくら王子だろうと皇族殺しとなればただでは済まないだろう。思考力高いなこいつ。ルルーシュは今も電話。学園から。今日も無断欠席したからか。違うな、これはルルーシュか。まさか。はい、生徒会のルルーシュ・ランペルージだ。お、ルルーシュ、やはりか。驚いたな、生徒会から連絡が来るなんて。それは俺の方も同じさ。同じ？同じって。驚いたってことだよ。元気そうじゃないか、2日も学校を休んだ人間にしてはな。しまった、向こうは誰があの場にいたかなんてわからないはずだ。こっちが一方的に知っていたことで油断した。その様子だと病欠ってわけじゃないんだろう。理由を聞かせてくれないか。いや、しかしこれも生徒会の役目でね。君が教えてくれないと保護者の方をお呼びすることになってしまう。君もそれは本意じゃないだろう。もしかして気づいているのか、昨日のクロビス殺害の現場にいたことを。クラリスさんを巻き込むわけにはいかないのに。いや、これはチャンスだ、うん、ルルーシュの真意を確かめることができればブリタニアへの復讐の糸口をつかめるかもしれない。あの通信の男がルルーシュなのだとしたら、あの時言っていた世界を変えるというのが本当なのであれば、賭けではあるけど、ヒナたちの仇を撃てるかもしれない。この判断は正しいな。分かった、話すよ。ありがとう。
これで大ごとにせずに済む。ただ電話では話せない。会って話がしたいんだけど。ああ、こちらとしてもその方が助かる。じゃあ生徒会室まで来てくれるか。わかった、すぐに行くよ。もしかしたら世界を変えられるかもしれない。もう卑怯者ではいたくないから。いいね、なんかワクワクしてきた。これはゲーム作にいなかったこの主人公という異分子の存在がなんかすごくいいスパイスになってるね。ルルーシュ。ああ、入ってくる。呼び出して悪いな、適当にかけてくれ。さあどういうやり取りになる。君一人か。ああ、他のメンバーはクラブの予算審査やなんやらでね、出払っているんだ。それにこういった案件は俺に任されていて。人払い済みってことか。そう怖い顔するなよ。何も取って食おうというわけじゃないんだ。ちょっとした注意喚起くらいに思ってくれていい。よく言うよ。生徒の問題はなるべく生徒の中で解決しようってのがうちの学園の方針なんだ。少し調べさせてもらったが、君の成績は決して悪くない。むしろ上位の方に入るくらいだ。しかし欠席が多すぎる。ああ、そんなに多いんだ。いじめに遭っているように見えないが、クラスには馴染めていないようだ。それが原因か。ルルーシュ、君はここが本当の自分の居場所だと思うか。切り込んだな。どうした急に。いいから答えてくれ。思わないな。ここは俺の本当の居場所ではない。ちゃんと言うんか。それも自分の居場所を取り戻そうとしているのか。どうやらお前は花から別の話をしたいようだ。そうだな、その答えならノーだ。俺は居場所を取り戻したいんじゃない、居場所を作りたいんだ。居場所を作る。ああ、この世界は狂っている。強者が弱者をねじ伏せ蹂躙する、そんな世界が正しいと思うか。いや、思わない。思うわけがない。そうだろ。そんな間違った世界で居場所を取り戻しても意味はない。新しい世界を作る必要がある。新しい世界だって。ああ、その新しい世界こそが本当の居場所となる。新しい世界を作るということは今の世界を壊すということだ。そんなことできるわけがない。本当にそうか。誰が壊せないと言った。誰が作れないと言った。それにお前はこのままの世界で満足なのか。勝った国が負けた国を平気で蹂躙する。懸命に生きている人を人と思わずに殺すこの世界でお前は満足なのか。違う。だったらなぜお前は変えようとしない。傍観者を気取って誰かが世界を変えてくれるのを待つつもりか。それも違う。だから僕はここに来た。ほう、ルルーシュ・ランペルージ。いや、ルルーシュ・ビー・ブリタニア。来た。僕は君と契約するために来た。おお。隠すつもりはないんだな、あのクロビス殺害の現場にいたことを。ああ、新宿ゲットーでの戦闘で指示を出していたのも君だろう。僕は君の指示に従って戦った。だから君が本気でブリタニアと戦ったことも、ブリタニアを壊して世界を変えようとしていることも知っている。ここへはその本心を聞くために来たんだ。やはりお前だったか、K1。ルルーシュ。そうだ、あの場にいたのなら知っているだろう。俺は神聖ブリタニア帝国の第11王子にして第17皇位継承者、ルルーシュ・ビ・ブリタニアだ。教えてくれ、ルルーシュ。どうして王子である君が同じ皇族のクロビスを殺したんだ。単純なことだ。皇族は次の皇帝の座をめぐって争わされている。常に命を狙われ、隙を見せれば全てを奪われる。俺も同じだ。母を何者かによって殺された。手がかりは犯人が同じ皇族ということのみ。俺は母を殺した犯人を見つけ出してその罪を償わせる。それに、それに、いや、今はよしておこう。ゆくゆくお前にも話す。それでお前はどうする。
クロビス殺害の犯人として警察にでも俺を突き出すか。なわけないだろ。そんなことしたりしない。ではどうする。さっきは契約とか言っていたが。そうだ、僕はブリタニアに復讐したい。そのために力を貸してほしいんだ。そうか、だが断る。おや、口先では何とでも言える。お前は俺の正体を知っているが、俺はお前の正体を知らない。まあそうだな。そんな奴を信用できると思うか。確かにルルーシュの言う通りだ。僕は純粋なブリタニア人じゃない。日本人の父とブリタニア人の母の間に生まれたハーフだ。ハーフ？カレンと同じか。両親は静岡でエナジーフィラーの研究をしていた。しかし7年前の侵攻で2人ともブリタニア軍に殺されたんだ。母親まで。だからブリタニアに復讐を。ああ、僕は7年前のあの日、いろんなものを失った。大切な家族、大切な思い出、自分自身を形作るものすべてを。そうか、お前はブリタニアに復讐することで自分自身を取り戻そうとしているんだな。そうなのかもしれないな。いいだろう、契約しよう。俺とお前二人でブリタニアをぶっ壊すんだ。ルルーシュ、ああよろしく頼む。二人ではない。それじゃあこれは契約の証代わりだ。ん、ああ返すのね。俺はヒナの折り鶴。クロビスの G1 の中で拾った、学校でお前が落としたものと同じものだったからな。すぐに分かったよ。最初から僕だと気づいていたんだね。確証はなかったさ。だが中を読んだらお前が戦う理由が。読んだの勝手に。折り鶴の中。ところでこれどうやって折るんだい。僕も折り方を習っておけばよかったな。あ、ダメダメ開いちゃう。今度教えてあげるから、その鶴は絶対に開いちゃダメだよ。中に何か書いてあるの。だからダメだってば。あー、シンプルだけど。俺は悪いが読ませてもらった。そんな主人公泣いちゃうよ。随分と好かれていたんだな。ひな、いつも笑っている子だった。どんなに辛い境遇でもお日様のような笑顔の子だった。親のいない子供たちだけで寄り添って、その日その日を生きていたんだ。一生懸命に生きていただけなんだ。それなのにひなは僕の目の前で。その子は弱かったから死んだ。力がないから殺されたんだ。だから俺たちで作る必要がある。弱い人間でも力を持たない人間でも安心して暮らせる世界を。安心して暮らせる世界。そうか、そうだな。ありがとうルルーシュ、おかげで僕も決心ができた。ブリタニアをぶっ壊す決心が。仲間に引き込むのは成功した。あいつが話したことは事前に調べていたことと相違なかった。嘘はついていない。7年前の日本侵攻の際に両親を亡くし、現在は養母のクラリス・ガーフィールドに引き取られてブリタニア人として生きている。クラリスとの関係はそんなに良好ではないらしいが、あいつの動向を見るにクラリスに危害が及ぶことを恐れているようだ。となるとこのクラリスがあいつの弱点か。しかし新宿ゲットーで見せた戦闘のセンス、旧式のグラスゴーで戦果を上げたカレンに匹敵するだろう。あんな逸材が二人も学園にいたとはな。あとはカレンをどうするかだ。まずはカレンの動向を探ってみるか。それにしてもあいつと俺は少し似ているのかもしれないな。まあそうだな、なんとなく似てるわ。どこがって言われると、まあなんだろう、ちょっと難しいけど。
なんか似てるような気はするわ。うん、まあ、ちょっとこの枠はここまでにしようかなとは思うんですけれども、うん、でもさ、ちょっと一つ思ったのが、ルルーシュあの折り鶴開いて中見たってことは、またあの状態にちゃんと折り直したってことだよね。折ったことないはずなのによく折れたな。折れ線あるからっていうことかもしれないけども、だとしても折るの難しいと思うんだよね、っていうことがちょっと気になりました。はい、ではまた、次回、まあ、ストーリー続き見ていきましょう。ではありがとうございました。